ようございます。今日はね、15分配信しようかなって思います。おはようございます。兵庫県に向かう。おう、さとしさん、ラブさん、ありがとう。リアさん、ありがとうございます。今日は目が変です。ちょっと治りました。おはようございます。つやつや。ミルクを塗ったので、うるうるつやつやな感じですね。まだ眠そう。本当？めっちゃ起きたよ。さとしさん、ありがとうございます。え？おい？さとしさん、ノックマタワーありがとうございます。ゴールデンノックマタワーありがとう。ゴールデンウィーク一緒に楽しもうね。嬉しい。キャッ、ごきげんよう。では本日の早口言葉、今日の早口言葉何にしようかな。定番の早口言葉、新人歌手、新春シャンソンショー。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 新春シャンソンショー、新人歌手、新春シャンソンショー、シャンソンショー、シャンソンショー、新人歌手、新春シャンソンショー、新人歌手、新春シャンソンショー。言えた、ギリギリ言えた。新人歌手、新春シャンソンショー、あ、新人歌手、新春シャンソンショー、言うと、シャンソンショーでしょ。新人歌手、新人歌手、新春シャンソンショー。おはよう。あ、セミさん、ごめんね、ハッピーバースデーだったよね。お祝いをねしなくてはならない
と思っていたんですけど、そうなかなかセミさんに出会うことがなく、ちょっとセミっぽいのでHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Semi-san. パチ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 。Happy birthday to you. おめでとう。おめでとう。もうごめんね。これ実は。メジャーなんです。かわいいメジャーでしょ。おめでとう。そうメジャーなんですよ。全部ねここがね金魚のそう柄なの。そうなんかメジャーでお祝いしたみたいな。失礼。でもセミっぽいので金魚なんだけど、そう、はいよ。今日は7周年です。寂しいですねみんな。初日ですね。兵庫県神戸で行われますが、皆さん来てくださいますよね。会場着いた早い。まだいないわよ。ゆめこさんありがとうございます。今日の、ありがたい言葉、パブロ・ピカソさん。あ、ピカソ様だ。私は探し求めない、見出すのだ。私は探し求めない、見出すのだ。めっちゃいい言葉。自分からね見出す、とても大事ですね。探し求めない、見出すのだ。おお、難しいね。でも確かにそのあるものを探すではなくて、自分だけのものを見出すっていうことだから、だからノアピにしかできないこと、それは今最年少であること。その中で皆さんに応援していただいて今ここにいる。そうですね。言い出す、自分から何かを、その新しいことを見出すって難しいですね。探し物は何ですか？見つけにくいものですか？オンリーワン、そうですね、オンリーワンを目指しますね。星を外に探す、そう、のびだけに見出す。そう、その通りで、デッドファイブさん、その通りです。本当にナビだけに偉いぞ。みんなお話し会お待ちしております。あ、本当にね、あの前回のシングルたくさん、あの皆さんがね本当にリアルで完売を、そう本当に感謝しております。ありがとうございます。そのおかげでね、今やっとスタートラインに戻ることができて、再
2枠になったので、これをなるべく維持できるように、その維持というか超えれるように、今の自分をまた超えれるように、あの今回もあのまーぴちゃんは頑張りたいと思うので、皆様のご協力のも必要だし、のぴちゃんも頑張るから、あの今回のシングルも聴いていただけるととても嬉しいなと思います。よろしくお願いします。今回はね、話せる秒数がとてもゆったりとしていて長いそうなので、あのいつもよりも1枚がちょっと長めということで、お得、そしてオンラインお話し会ではなくて全部リアルお話し会をで来ていただけたら嬉しいなというふうに思っております。なぜなら今までオンラインでは完売が出たことがないから、リアルお話し会では完売をね、そう本当に嬉しいことに出たことがありまして、なのでリアルお話し会全等級でお願いしますお待ちしております、はい、ということで今何時だ、来て来てお待ちしております。会いに行こうかな悩んでる方は今すぐポチッとな。のぴちゃんの話し会は楽しいぞ。ありがとうございます。嬉しいお話し会広島、もう私にとっての最大のプレゼントはお話し会なので、はい、ぜひ来ていただけたら嬉しいです。やっぱねファンの方と直接そのお話しできるっていう大切な機会なので、その機会がなくなったら結構ね悲しいので、そう、あかりありがとう、悩んでます、悩んでるそこのあなた、今すぐのあぴちゃんに会いに来るべし悩むな来るんだ来いうん、今日のパフォーマンス見て考えます。じゃあ絶対来るってことだね、のあぴちゃんのパフォーマンスは良いから、おおうん、うん、たくさんの方に来ていただけたら嬉しいです。本当によろしくお願いします。悩んだらポチという、悩むならポチ、はい、ね、そんなことしたらあるぞそんなことしたらナピちゃん腐っちゃうから気をつけて。あーそうですね、ハチさんありがとうございます。うん、そうペンライトカラーがね、昨日のね配信でも少しだけちょろっとお話しいたしましたが、水色と青と白、白は備え付けのものみたいな感じで水色と白、地方さんだから水色と青で、まあ白色と綺麗だよねっていうので、3本ある方は3本その白を入れていただいて、もしなかった場合は水色と青でお願いします。日本の方は、そう、とりあえず2枠も、そうですね、3枠目指して今回頑張りたいですね。水色青プラス白、そうだね、なんで変えたん、研究生
の時、オーディションから研究生の時はその色にしようっていう風に思ってたんですけど、その正規生になってちょっと変えたいなって思いまして、これから自分の、すいませんね、これからその活動していく時に、まあなんかそういう色がいいなっていうふうに思ったから、そう、水色はマイカーの色だし、青は瀬戸内だし、でなんか白はやっぱり綺麗だから、ね、ピュアでホワイトなのびちゃん。なのでね、ぜひぜひお願いします。そうなんですよ、瀬戸内の色がねめちゃめちゃ綺麗で、瀬戸内の声振ってる時って水色タオになるじゃないですか、それと同じ色っていう風に覚えていただけたら嬉しいです。そうしていいのかな、だからね、やっぱり綺麗だし、ピュアです、ありがとうございます。そう、全体的に海をイメージしたペンライトカラーになっております。なのでそうですね、今年からはそういう風にさせていただきます。よろしくお願いいたします。あ、じゃあのあぴちゃんぴったりですね、ピュアの子を応援しています、ありがとうございます、嬉しいです。そう、圧倒的にね、なんか3本はものすごく見つけやすいので、なんだろう、2本だと探すんですけど、3本だとおってなるから、めちゃめちゃ見つけやすくて、なのでぜひ3本ある方はぜひ3本でお願いします。全然2本の方でも大丈夫ですよ、前回がね3本にして、いろんなねファンの方々が新しくペンライトをね買ってくださったので、すいません、ちょっとこれ2本なんですけど、すいません。だから、そう、だからその3本目は白でお願いしますということです。はい、すいません。リアルドキドキしそう、ほんとよく言われます。そうそうそう、強制的に全員の拍子になる。確かに本当だね。嬉しい。ちょっとみんなにレッスン送ろう、その時みんなに、ありがとう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 って。そろそろ多分15分経つかな。おはよう。では壇上のねお礼をさせていただきたいと思います。じゃあデイビーさん、ハギピさん的ありがとうございます。デイビーさん、デイビッドさん的ありがとう。イル・エスケトシーさん、ありがとうございます。エネズミリーさん、ありがとう。ナイニトシキさん、ありがとうございます。エイイズチャイフリアさん、ありがとう。シムエズカコピニーさん、カサミリーダーさん、ありがとう。シクエズツキュンさん、ありがとうございます。エフィットエズナカちゃんさん、ありがとう。エイズユズキチさん、ありがとうございます。セイズラブさん、ありがとう。世界でズミヨゴさん、ありがとうございます。サトシさん、ありがとうございます。そしておめでとうございます。タワーもね本当にラックマン、ありがとう、めちゃめちゃ嬉しかったです。ラブー、ありがとう。では本日も配信ありがとうございました。夜景明けの方お疲れ様です。今日は日曜日ですね。
これから、神戸に行く方、そしてナピニャイに来る方、お待ちしております。じゃあまたね、バイバーイ。あれ15分のテロップ出た出たかな。くぼちゃんぽい、ありがとうございます。嬉しい、しおりさん大好き、推しに似るって言いますね。バイバイ。あ、出た。あ、ありがとう。バイバーイ。